ルイ11世、ルイ11世は、フランスバロワ朝の王、新朝王と呼ばれる。しかし、下記の、雲のあだ名の方がより知られる。シャルル7世とバロワア,アンジュー家のマリー・ダンジューとの子として、ブールジュに生まれる。その敵たちには忌み嫌われて、偏在する雲という奇妙なあだ名をつけられていた。よく言えば用心深く、悪く言えば陰険。至るところに網を張って、 引っかかった獲物は食べてしまう。その陰謀は、父シャルルへも発揮され、1439年と1448年には、不王の大位を図ったが失敗した。1436年に、スコットランド王ジェームズ一世の娘マーガレットと結婚し、この結婚によりブリテン島の政治に関心を持つ。大陸での強敵ブルゴーニ公国がバラ戦争では、 ヨーク家を支持していたため、対抗措置として、ランカスターや出身の王ヘンリー6世を復帰させるべく作動した。マーガレットは王に帰り見られなかったため、施策に短い生涯を捧げた。彼女の死後1451年に、ルイは8歳のシャルロット・ド・サボワと政略結婚を行う。1461年の即位以来ルイは、近隣の大諸公の権力を減災するのに4年が、 なかった。1462年には、アラゴンオーフアン2世からルシオンとセルダールが、活上された。ブルゴーニュコーシャルルを相手2467年から1477年までの10年間は、健謀術数の限りを尽くして戦った。敵地に軍隊を連れずに乗り込み、ペロンネ城でユータンコーシャルルと和議を進めながら、公の支配下にあるリエージュに反乱を。 起こさせようとして失敗し、帰って、シャルルの捕虜になったこともある。ブルゴーニュ公の家臣であったが、ルイ11世に契伏し、後に彼の副審となった年代記作者フィリップ・ドコミーヌは、この間のルイの行動について冷静で率直な説明を提供している。ブルゴーニュが中心となった公益同盟とは3度戦闘を行い、その度に王軍は圧倒されたにもかかわらず、 スイス軍と同盟して、グランソンとモラで勝利を収める。1477年に、ナンシーの戦いでユータンコーシャルルが戦死した後、1482年のアラス条約でブルゴーニュの大半を獲得し、さらに、アンジュ、メーヌ、プロバンスなどを合わせて、フランス王国の支配基盤を定めた。1472年に、 教皇ピュース2世とアンボワーズの協約を締結したことにより、フランス国王に国内の聖職64の権利が認められ、その後のガリカニズム発展のきっかけとなる。死後、オルレアン近郊のクレリー・コールサンタンドレの総会協会に葬られた。ルイ11世はシャルル7世の中央、集権化政策を引き継ぎ、100年戦争後の荒廃したフランスを統一させるに、 最も成功した王である。その領土併合にあたって、戦争よりも、主に外交政治的な陰謀を用いて、国内平和を保ったことは、注目に値する。遊具カペ以来のフランス君主の、分割して統治せよという伝統政策に結びつけられた王とも言える。ルイ11世は、印刷術の始まりを保護し、その寛大さから、極めて、キリスト教的な国王という称号を、 ローマ教会から価値得た。また、養蚕を南フランスで普及させ、鉱山を開発するなど、賢明な産業政策を行っている。ブルゴーニュのシャルルに対するルイ11世は、封建制領主の典型と戦う、近代君主と形容されることがある。確かにルイはシャルルが体現する、騎士道精神には、長老と軽蔑しか示さなかった。しかし、薬尾の監修を真面目に守り、 神と聖母、マリアの恩寵を他のいかなる勲功よりも高い値段で買ったと同時大臣に評されるほど聖遺物を崇拝する人物でもあった。裏切りなどものともしなかったのに、聖老の十字架にかけて誓ってほしいと願われると他の者への誓いならいざ知らず、この十字架への誓いは許されぬと拒絶したこともある。トナカイやオ,オシカなどの珍しい動物の収集に熱中し、 カラブリアのインジャパオラのフランシスコさえ、ルイの収集癖の対象になった。ロレンツォ・デメディチと文通し、セーゼ・ノビウスの指輪のことや、スキティアの子羊と呼ばれる、不思議な力を持つ植物について話を交わしている。科学に興味を持ち、探石治療の実験に協力すると約束した、死刑囚を許したこともある。しかし、彼自身は迷信深く先生術師に取り囲まれ、 コミーヌのような人物さえ国王が誰からも愛されていなかったということをはっきりと年代記に書いている。遺言詩集でこの王に賛辞を送っているフランソワビオン同様、現代人には理解困難な、しかし魅力のある歴史上の人物である。マーガレット・スチュアートとの間に子女はいない。シャルロット・ド・サボワとの間には以下の成長した子女がいる。また以下の諸子がいる。 ジュール・ミシュレ、フランス史、中世、5論奏者、2017年、P329。ジェイ・ミシュレ、フランス史、中世、シックス論奏者、2017年、P30。ホイジンが、世界の名著55中世の秋中央考論者、1967年、P348。アンリ・ピレヌ、ヨーロッパ史総文者、1991年。 P471。アンリピレヌ、ヨーロッパ史総文社、1991年、P479。アンリピレヌ、中世ヨーロッパ経済史一条書店、1956年、P265。アンリピレヌ、ヨーロッパ史総文社、1991年、P523。ホイジンが、世界の名著55中世の秋中央抗論者。 1967年 P351 花田清照復興期の精神講談社文芸文庫2008年 P215 ありがとうございます